江戸山口の大江戸日記。中途半端大江戸日記のお時間でございます。市川左團次さんが亡くなりました。歌舞伎の82歳。左團次さんの思い出はね、行政が70年とかなんかで行動があるんですよ。行動がいろんなあの催しができる、文化祭とか劇ができたり、あんまり古くて建て替えることになったの、取り壊しになったの。その取り壊す前に記念で何かやろうって話が出て、で私江戸山口と東京ベンチャーズがそこ出たんですよ。で結果で総合的に司会僕なんですけど、そこであの行政の卒業生、だからあの石山明さん、役者さんが、ひばりさんがやった伊豆の踊り子の相手役、行政、石山さんジャズバンドやってたのかな。それからグッチ雄三、当然、それから香川照之、行政卒業、あとなんかちょっとこれになっちゃった行政卒業生がいるのよ、それも呼んで、でそこに市川左團次さんがいらしてくださって、でお話を俺がインタビューをして、台本なし全部でインタビューして、こうで最後の俺うちのバンドがバーンとステージやって、ユーズグッチューのオンリー歌うと、左團次さんだからね背高いね。だから彌十郎さん、あの鎌倉殿の13人の北条時政、あの彌十郎さんも背高いと同じぐらい、歌舞伎界じゃこの2人が背高い、亡くなられました、昭和10年生まれね。ご冥福をお祈りいたします。先輩ありがとうございました。どうも。で今日はね、ベンチャーズ60年代スタイルって言ったら言うんだけど、リードギター、リズムギター、ベース、ドラム、この4人でやる。これ親父バンドでもこの編成はむちゃくちゃ多いわけですよね、そこら辺の話をちょっとしたいと思います。今日は、ベンチャーズサウンドの音作り、音バランスについてお話しします。あの楽器ってね、歌もそうなんだけど、アマチュア時代にどのくらい長くやったかで決まるんですよ。はい、今日から急にギター弾いてプロって行かないじゃないですか。うちのかみさんだって歌、子供の頃は好きでずっと歌ってて、レッスンしたらいろんなとこ行って基礎があって初めて歌手になれるわけ。楽器もそうなんです。まあギターに限らずバイオリンでも何でもそうじゃないですか。今日からすぐプロにはなれないわけです。なる前のアマチュアの長さ、この間にどのくらいいろんなことを習得したか、とにかく結構ずっとプロになっていくまでにコピーが長かったから、その積み重ねが今こうやって仕事としてやって役に立ってる。だからあのこの間偶然ラジオ YouTube で聞いてたんだけど、1966年、昭和41年グヤトーンアマチュアバンドコンテストってラジオの番組があったの。でバンド出てんだけど、多分みんな10代じゃん。うまいんだよみんな。だからあの例の昭和40年にベンチャーズ来た時に、この年の6月に勝ち抜きエレキ合戦、フジテレビ、飛び出すエレキのニュースターって民放で3つのエレキバンドの勝ち抜き番組ができるわけね。あの頃のやっぱり優勝した人を聞くと、フィンガーズにしてもサーベージにしてもむちゃくちゃうまいわけよ。でも今ね、 YouTube で全国の親父バンドってあるじゃないですか、ベンチャーズバンド。あの頃より上手くないのはどうしてなんだろう。バランスです。簡単に言うと、ドラムの音は変わんないわけですよ、人間に叩くんだから。そうするとあとはベースとリズムギターとリードの問題でしょ。聞いてるとね、リードが遠いとかね、リズムが小さいとか、ベースが小さいとか、リードだけがでかすぎるとか、このバランスが悪いから、あの同じ曲をバンドが3つ4つやるじゃない。同じ曲なのに違って聞こえる。そこで俺あの DVD 出してますけど、バンドテクニック向上委員会っていううちのバンドで出したんですよ。でなんであのアマチュアのバンドが出てて、パイプライン、うちもパイプライン、10番街うちも10番街で同じ曲なのに、でみんな向こうの人たちうまいんですよ。でもなんか聞いてると違うのは音バラです、だから必ずやってください。アマチュアの方は見てるといきなり上がってって、いきなり各自のボリュームでやってるんです。
うちのバンドはまあタクトにで言うと、まずドラムとベースと、もうこれ前も言ったと思う、ドラムとベースとリズムギターで、ウォークゾントラのイントロ、あーどんどんタッタンどんどんタンカンどんどんタッタッタラ、うちの清原がベースがこうやって、でそれで弾いてみて、今度サーフライダー、あのリラリラコリラリラリラドっていうやつ、このところのメロディーだけを弾いてもらうわけ、だからかベースがこうやって弾くわけね、こうやって、あれあれ違うか、でそれで音と音のバランスを見て、ちょっと清原くん音が甘い、ちょっと固くしてとか、タクちゃんあの下もうちょっとベース出してとか、要はドラム の音は一定だから、人間叩いてるから、でそこに合わせて バランスを、で終わったら今度はねペネトレーションが違うんですよ、ダーッと取って取っての今度はあのバランスでベースとの聞いて、であのちょっとこのテケテケもうちょっと固くしてとか言って、ここでそこでもう3人のバランスを作ります。作った後俺が上がってって清原君に取って取ってのボリュームを開放弦で4弦入れて、で俺も4弦弾くのかって、で1弦弾いてって、俺も大体同じぐらいのボリュームにするわけ、それでじゃ あの前で聞いててって言って、みんなワイヤレスだから清原君向こう行って朝日の当たる部屋、まあうちは一発目大体音合わせはそうなんです、これ弾いといて、これアドリブじゃないですか、うん、この上行ったり刺さんないか、うるさくないって聞いて、うるさいとちょっとトレブル下げる、お客さんがいるからね、だからその必ずアンパーを俺こうやって置かないです、お客さんに向けてアッパーにするんです、座ってるお客さんの耳にダイレクトのアンプが来てうるさいから、若干こうアンプはこう斜めに、そうするとうるさくないじゃないですか、上に向けてお客さんの頭の上から行くように、それで聞いてて、あの清原君がバランス大丈夫ですよとか、ちょっともう少しボリュームが下げてくれとか言う、でこれで中バランスって言うんです、これでここのステージのバランスは取れました、これが例えば公会堂とか市民会館とかでやるときは、今度はこっちのスピーカーから PA さんが増幅して表に出すじゃないですか、でまず表は出さないでおいてくれ、モニターも全部切っておいてくれって言って、この今の夜の中バランスを取ったら初めてバッといって表出してもらう、まずドラムから、そうベードラがドンと、ベードラもうちょっと軽くしてください、なぜかというとドンドンドンってやっちゃうとベースのランニングがベースの動きが消えちゃうから、でメルテラスネア硬いんで、でスネアはもうちょっと硬くして、でベードラちょっと軽くしてとか言って、で今度ベースいてってベース弾くじゃない、でドラム中心にベース弾くとこもってんな、ちょっともう少しベースそっちこっちにちょっと固くしようかとかね、でこのリズム切ってくる、ここでまたバランスを取るわけ、 PA さんに行って表に出てくるバランス、中腹とは別に、中腹は自分たちが弾きやすい演奏の音量でやってるから、だから表がどうのったら中の音量を上げたりする必要はない、今度表のバランスは表の PA で取ってもらう、それで必ずリズムギターと俺のリードギターは表に出す音量は同じにしといて、なぜかって言ったらあの俺がって言ったら清原がミュートですから、だいたいリードと同じボリュームでミュートしてる、で俺はこれでさリズムギター切るじゃん、だからこっちで調整する、全く同じボリュームに両方ともマイクを取っておいてください、そうすればちょうどよく聞こえる、こういうふうにやんないとあのビデオを撮られたりするとよくわかるんだけど、うちはだからやっぱりうちの雰囲気はね、タクトに来てねあの入り口入ってねすぐところの席に座って雰囲気はねここが一番いいって、レコードみたいって言う、俺すごい褒め言葉だと思うんだよ、うちのバンドのバランスがいいってことだろうね、この同じ曲やってもバランスの取り方、バランスがいいバンドと悪いバンドじゃ全然違う、でこれはキーボードが入ってもそうですよ、でキーボードはあのメロディー行く時あるじゃないですか、そのメロディーの時はリードと同じ大きさに調整して、バッキングの時は
やっぱり下げて、でオブリガードの時はってこうやってそのボリュームを最大限のボリュームを決めとく。リードギターと同じぐらいのボリュームにしとく。だってメロディー取ってメロディー弾いたりするわけだから、これよりでかくてもダメだし、キーボードが低くてもダメだから同じ。これよくあるんだけど、今キーボードってねアンプで弾かないんですよ、みんな今ダイレクトに PA で通すの。だからバランスが悪いよね。昔は全部アンプだったからバランス取りやすかったけど、そんなだからなかなかボーカルアンプからキーボードが出てきちゃうから今は、まあ、そんなようなバランスの取り方をちゃんとやれば結構いいよと。で簡単な曲ほど難しい、誰でもできる曲、みんなできるよねこれね。誰でも弾けるバイブラで、これなのに 10のバンドがやると上手い人が出てくるのはなんでだ。これはテクニックじゃなくてバンドバランスの問題です。聴きやすいように。で俺はいつも、自分たちのやった曲は録音して聴く。昔ね、うちのベースの松本君の奥さんのお姉さんがうちのファンで、当時カセット120分のテープにステージ2回撮ってくるんだから、で俺はもう絶対できてると思ってるじゃん長く。例えばあのこのあのこうと思ってたら癖が出てて、手癖が指癖が。でそのお姉ちゃんが京子ちゃんって言うんだけど、撮ってくれたの聞いて、あれ俺はこう弾いてるつもりなのに違う、で直せるわけ。これはもうしょっちゅうやった方がいい。で俺あのカラオケ通い出した2000年の時もカセット時もって僕すいったからね、鳥羽一郎歌うじゃないですか、自分ではあーって歌ってるつもりにはおーって聞こえたりするわけ。ってことはもっと口横にしなきゃいけないとか、だから自分の歌とか演奏っていうのは今録音してみてで見る。そうするとね、絵で見た場合ね、動画で例えば顔をずっと下げてるなとか、アマチュアバンドの一番悪いのはこれ。でうちのバンドでやってるんだけど、あのブラックサンドビーチで、で全員が下向いて、はい、演奏は変わんない。笑顔になったらどう違うか、加山さんになれるわけですよ、エレキの課題賞にね。だからやっぱりここのところはこのメロ弾くときに同じ演奏は変わらないのに見てる人はすごく楽しく見える。これ意外と大事なことで、アマチュアの人ってやっぱり見られてる意識がないからね、そこも含めて音バランスとなんかで、あちょっと今日ダラダラ喋りすぎましたね。まあなんか取り留めないこと喋って伝わったかどうか分かりませんけど、やっぱりあのバンドはバランスです。そのバランスの取り方が分からないと上手いバンドとして音が前に出ていかないということです。あと笑顔は大事です。俺の場合ミストーンが出たら笑う。じゃあ1曲ドレンビギターいきましょうか。アマチュアバンド好きじゃない、このドレンビギターね。この間タクトでね、なんか2回目のケツにリクエストないですかって、いつもいらっしゃる藤田さんご夫妻の藤田さんがドライブギターって言ったの。手動かないかなと思ったら動いた。大丈夫大丈夫。もう指治ってますから。じゃあ行きます。いいですか、うん、thank you.
ということで、5月24日水曜日お待ちしております。このところ動画を見た方が半数ぐらい来てくれるんですよ。ありがたいことですね。はい、ありがとうございました。どうも。チャンネル登録よろしくお願いします。